Kuma Fishing Club。 大谷の地域堤防釣り場情報に。今回は6箇所をお送りいたします。最初は英語校です。こちらは手前は浅くて、真ん中から先端での釣りがいいです。内側では、アジゴ釣りが楽しめます。駐車場が少なく、漁師さんたちの迷惑にならないようにしましょう。内側を釣りられる場合は、係留してある船のロープに引っ掛けないようにしましょう。釣れる魚はチヌ、アジゴです。続いては、出会い進行です。ここは、天草でも近場で、最も人気の釣り場になります。休みの日には、堤防にいっぱいの釣り人であふれます。外側は水深が10メートル以上あるので注意してください。お子さん連れの人は内側をおすすめします。サビキ釣りで、アジゴ釣りが楽しめます。いろんな魚がいるので、魚のいる層に合った釣り法をしないと釣りれません。ここにはトイレがないので、車でちょっと走らないといけません。この頃、ゴミのポイ捨てや、釣り場の巻き餌を流さないのが目立ちます。自分の釣り場はきちんと洗い流しましょう。釣れる魚は、チヌ、
アジゴ、バリ、ボラ、アラカブ、メバル、クロ、スズキなどです。続いての場所は気合急行です。ここはあまり大きな堤防ではありません。この場所で釣りできるのは2、3組くらいです。堤防の手前は浅いので釣りはできないです。真ん中から先端での釣りになります。先端付近の内側ではアジゴ釣りができます。駐車場もあまり止められないので注意してください。釣れる魚はチヌ、クロ、メバル、アラカブ。次は柳港です。ここは全体的に浅いです。干潮時には海面から底が出るところがあるのでよく観察しましょう。先端付近が釣りするにはいいです。ここは投げ釣りのポイントになります。駐車場もあまり止められないので注意してください。釣れる魚はメータ、キス、ブチなどです。続いての場所は醸造港です。ここは魚影は多い場所です。しかし大潮など潮の大きい時は流れが速く手釣りにならない時もあります。
この場所は、内側の釣りができないところもあるので、守りましょう。駐車場にトイレがあるのでいいです。トイレは住民の方が清掃されているので、汚さないようにしましょう。釣れる魚は、ツヌ、クロ、メバル、アラカブ、キスなどです。ここもあまり水深がありません。魚影もあまり多くないです。真ん中から先端付近で、ツヌが釣れますが数は上がりません。投げ釣りでキスやグチが釣ります。駐車場があまりないので、注意してください。釣れる魚は、チヌ、キス、グチ、メバル。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくです。